どうも皆さんこんにちは。 YouTube の時間がやってまいりました。今日は格付けチェック高級食材を見抜きます。格付けチェック、格付けチェック。さあということで、なんかねいい香りがねなんかねするんですよ。今日は格付けチェックと題しまして、一方はすごいいい食材、一方はまあ普通みたいな、僕が目隠しをしてまあ味の分かる男なのかどうか検証していこうという話でね。ね、私も47歳ですからね、こう見えてね、もう大人っつうかもう初老ですよね。もうそういう年齢になってきましたよ。美味しいものやっぱ分かってないとね、なんかうんちく述べられないですからね。自分のこのチャンネルでもね、これは美味しいんだよってね作ってたりとかして皆さんにおすすめしてますけど、草薙くんは本当に味が分かる男なのかどうかちょっと検証してまいりたいと思います。食べるのが楽しみです。今日 何品目やるんですか？今日3品ですね。3品、おまあ分かると思いますよ。やっぱりこの間もちょっとキキジーンズをねやったんですけど、容赦なく当てていきます。じゃあ目隠し、なんだろうね。最初一品目がカニをご用意しました。で1個は北海道のタラバガニ、うん、もう一つがカニカマっていう。それはさすがに分かるでしょうか？それ分かんなかったらやばいよね。これちなみに味付けはしてあるの？してないです。はいはいはい、これ1個目。1個目です。うまいね。じゃあ2つ目。待って、ちょっと待って。早い早い、混ざっちゃってるじゃん。水とかちょっと用意してよ。水とかよく噛まないといけませんからね。胃袋にね負担を与えちゃいけないんですよ。皆さんもよく噛んだ方がいいですよ。じゃあ2品目。うん、なるほどね。似てるっちゃ似てるよね。なんだろう、こっちの方が味がなんかね長持ちする感じがする。ちなみに食感の違いとかってありますか？いや、なんかそんなに変わんないね。見た目っていうか変わんなくないですか？なんか食感ってそんな変わんないよ。数々の美味しいものを食べてきている草薙さんなら分かるんじゃないかと。あえて言うならやっぱりね、海の匂いがしたね。2番目の方が、2番目の方がタラバっていう、うん、うん、磯の匂いがした。カニとかじゃなくて、なんか海から取ってきたんだよみたいな、磯の潮の潮風にこうさらされたみたいな。私は潮風にさらされましたみたいな、そんな気がしたんで、これで合ってなかったらすごい格好悪いよね。高級食材は2番です。正解です。やったやったやった。いやそうでしょ、うん。カニカマはまあ200円くらいで、うん、まあ、そのタラバの方が同じ1本で言うと、まあ、大体2000円くらい。どうしたのそれ、買ってきたの？はい。マジで？ありがとうございます。海のやっぱ匂いしたと思う。でもカニカマうまいね、これ。とても美味しかったです。じゃあ2品目いきますか。まあ今日はパーフェクトでしょう。2品目は、うん、桃になります。桃、はい、果物の、はい、ああ、で1個が、うん、まあ、3000円、うん、でもう1つが、まあ、200円ぐらい。桃でもそんな値段が違うんだ。違います。フルーツっても結構わかんないよね。でも草薙さん結構フルーツお好きだと思う。あのね、僕は酸味が好きなの、フルーツのね。高いやつって案外ね糖度が高くなっちゃって酸味がないのが高かったりしちゃうんだよ。でも手頃な値段のやつって酸味があったりして、そっちの方が美味しいって感じる時があるんですよ。そこですね。まあ最初から言い訳みたいなけど。じゃあ1つ目。
ちゃくちゃうまいよ。めちゃくちゃうまいし、めちゃ難しいね。これは熟れてる感じもあるじゃないですか、食べ頃みたいな。わりかしね、ちょっとまだ少しだけ食べれない状態ではないんだけど、少し固めな気がした。普段桃とか食べられますか？食べます。でもね、これは今のだともう3000円でも200円でも分かんない。じゃあもう一つ食べますか、これは分かんないわ。もう一口ちょうだい。分かんない、同じ。正直、いや今分かんなかったな。じゃあ1番をください。さっきの1番と同じ？めちゃうまいよ。いやなんかこっちの方が酸味があるね。じゃあさっきの2番を。分かんないわこれ。正直最初食べた時は2番の方が美味しいなと思ったんだけど、2回目に食べた時は1番の方が美味しいと思ったの。もう一口食べさせてまだあるでしょ。すっげえ難しい。同点になっちゃったわけ。うん、 OK。 これはちょっとね分かんないんだけど、いい高級なもんは2番だと思う。その2番だと思う理由とかありますか？ちょっとだけ糖度が高い気がするんだよね、やっぱり。そこだけ正解を発表します。うん、残念。ああ1番糖度が高いものになります。ああそう、そこまで違いはいなかったですか？やっぱ酸味があった少しね。いやだから甘い方が高いのかなと思って。桃に関しては分かんないわ、難しい。どんな桃なの？食べ比べていい？悔しいな。あ、そんな違うんだ、見して。あー、これは立派だね。なるほどね。これってさ、もう味の違いっていうかさ、大きさの違いみたいな感じじゃないの？これかじってみていい？こっちもかじっといていい？贅沢じゃない？3000円のもうかじっちゃうんだよ。あ、こっちはうまいね、やっぱ。なんだ？めちゃくちゃうまい。ただ俺桃が食えねえやん。ごちになってた。3品目は焼いたやつでしょ。なんか肉焼きです。やっぱりこれ絶対外さないよ。桃外したのね、意外に悔しいんだよね。一つは、松阪牛と、でもう一つがオーストラリア産の、オーガニックビーフみたいな。なるほど。これはもう分かるよ。結構脂身じゃないここ。俺の予想としてはわざと脂身のところをやったんじゃないかなと。それなぜかというと海外のやつだからじゃないかなっていう気がするわけ。正直食べた時に松阪牛かなと思ったんだよ。ちなみにどの辺が？だからちょっと脂身が多いから、なんかわざと脂身のところをやったんじゃないかなっていう意地悪戦法みたいな感じだよね。もう一個食べたら分かりますわ。ん？待って、難しい。でもこっちの方がね、歯応えがあるんだよね、やっぱね。だから考えすぎちゃうのかもしれない。
行く人がやっぱちょっと違う。もう一口行きましょうか。これさっき同じ？同じです。外したくないな。一番じゃないやっぱり。いいですか？うん。正解は。一番です。おーよかったー。でも分かんなかった。二回目に食べた。焼き方うまいね。でも最初からでも一番じゃないかって言われてたんで。うん。ちょっと分かってるのかなっていうのはありましたよね。二口目は分かんなかったよ。まあよかったよかった。こう肉外しちゃうとね、あいつ味分かってねえんじゃねえのってなっちゃうんでギリだったけど、いやよかったです。美味しいもの食べさせてもらって、桃がねめちゃくちゃうまかった。いやなんとか2勝1敗で私47歳剛君の勝ちということで、はい、ということで皆さんチャンネル登録よろしく。美味しいもの食べてね。今日も動画を見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。その他いろんな SNS もやってるから見てみてね。またお会いしましょう。バイバーイ。